皆さんこんにちは、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。今回ちょっと不思議なところで、撮影しておりますが、我が家の、中2階中庭前からお届けしてます。本当は外で撮ろうかなと思ったんですけど、あいにくの雨女っぷりを発揮しまして、雨が降ってきてしまったので、室内から外を見ながらちょっとお伝えしようかなと思います。そんな今日お伝えするのは、ズバリ外で屋外管理していた観葉植物を室内に取り込むタイミング、それっていつなのっていうところです。私が、数週間前に、9月秋にはぜひ屋外で管理してあげて、観葉植物をより生育させましょうっていう風なお話をしたんですけど、それ見てくださった方、もしかしたら今屋外に出してるっていう方もいるかもしれないです。そうなってくると、今度気になるのが室内に取り込むタイミングだと思います。今回はそういったところ、あとは室内に戻す時の注意点、こういったところをお話ししていこうと思います。まずもうズバリ室内に取り込むタイミング、これはもう外気で見るしかないと思います。で、皆さん住まれてる地域は様々なので、いつっていうふうにはお伝えしません。今回私がお伝えする目安は外気温です。この外気温、じゃあどうやって見ればいいのっていうところなんですけど、まずはまあ皆さん携帯チェック、向こう1週間の、週間天気予報、こちらを確認していただいて、見る気温の方は最低気温、最低気温の方をチェックしてください。私は、関東に住んでるんですけれども、今関東圏内外気温の最低気温は、15度から、18度をキープした状況です。このぐらいの数字を見たら、そろそろ準備だなっていう時期です。15度をまだ上回っている、この程度であればまだ取り込む必要はありません。ただ、これからお伝えする準備っていうのを始めてほしいです。で、その準備を15度前後の時にした後、取り込む本ちゃんは12度前後です。なんで12度前後かっていうと、多くの観葉植物が、15度を切ってくると寒さを感じるっていうふうに言われています。中には寒さに弱いクロトンだったりとか、逆に寒さに強いって言われるモンステラだったり、それぞれの体感温度っていうのは様々なんですけど、ひっくるめて観葉植物の多くを12度前後目安に室内に取り込んでもらうと、問題ないかと思います。で、これはじゃあ体感温度は15度で、15度以下になると寒さ感じますよって言ってるのに、なんでそこからさらに 2,3 度低く12度前後まで寒さを感じさせるのかっていうところは、植物にしっかりと冬の訪れを感じさせたいっていうところにあります。私は比較的観葉植物をスパルタ気味に育てて、強く強くダメージが出てもそれに耐えうる体勢を、つけるためにちょっと厳しめに育てているんですけど、しっかりと寒さに当てた株っていうのは、しっかりと寒さを感じて、冬を感じて、休眠状態に入ります。で、休眠状態っていうのは、根から水分をあまり吸わなくなる、葉っぱの光合成も緩やかになって、植物自体がクマの冬眠のように、自身の体力で冬寒さを耐えしのぐ、そういった準備をすることなんですけど、休眠状態に入って冬をじっくりゆっくり過ごした観葉植物っていうのは、来春、春から来年の成長期、この間の成長率が上がると私は感じています。っていうのは、まあ人も年中無休ずっと働いていると、コストパフォーマンスも落ちてくる、そういったことがあると思うんですけど、植物も同じように、しっかりと冬休んだ、寝た、じっくりゆっくり耐え忍んだ観葉植物の方が、体力を温存して来年の成長期にまたぐっと成長をしてくれます。なので冬をあまり感じさせない、寒さに当てないで通年じっくりゆっくり育てるっていうのも、育て方的に NG っていうわけではないんですけど、私の育て方としては、冬はあまり成長をさせない、日照条件もあまり良くないので形が崩れたりするっていうのも踏まえて、冬は締め気味に、冬は休ませる、休眠状態にしっかり入れてから室内に取り込んで養生、寒さに当てない、生命維持程度の水やりに絞って
冬を耐え忍ばせてそれで春を迎える、そういった風に観葉植物を育てています。なので、12度までしっかりと冷えるまでまずは寒さに当てて冬を感じさせる、そういった形で取り込むっていうのも、ぜひ参考にしてみてください。で、じゃあ今度はその室内に取り込む時、その先ほどお伝えしました15度前後の時に準備してくださいっていうその準備についてなんですけど、室内に取り込むので害虫まで取り込んでしまったらまずいですよね。なので、植物の害虫予防を事前にしておきます。これは屋内よりも断然屋外である自然界である、屋外管理の方が害虫被害っていうのは多いので注意してほしいポイントは大きく4つ、私がお伝えさせていただくと、まず1つ目、これはもう観葉植物室内屋外問いません、貝殻虫、ハダニ、これらに注意してほしいので葉っぱの表面、葉っぱの裏をしっかりとチェックしてあげてください。特に貝殻虫、ハダニがつくのは葉っぱの裏、葉っぱの成長点、葉っぱの生え際、こういったところです。ここをしっかりと見てもらう、で、ついてるかついてないかっていうのを確認するのと同時にもう殺虫剤を1回やっておきましょう。これは、定期的に私も、虫が発生しないように防虫っていう観点で、ベニカ等を吹きかけたりもするんですけど、それと同じく室内に取り込む前には一度防虫対策、万が一見逃していたものを殺虫するっていう面も含めて一度、葉っぱ、あと土、ここには防虫対策としてベニカ等一度吹きかけておくといいと思います。で、殺虫剤を撒いた時には室内にあまり入れたくないので、これを15度ぐらいまだ屋外に置ける時期に一度しておいて12度に下がったら室内に取り込む、その下準備をしてあげるといいと思います。次に害虫対策として見てほしい箇所2つ目は、土の上表面です。私は常々枯れ葉は害虫の発生につながるので取ってくださいっていう風なお話をしているんですけれども、どうしても屋外にいると場所によってはこの株でない枯葉が鉢の上に乗ってしまっている方もいるかもしれません、そういった時にはやっぱりその枯れ葉の下、外の場合はダンゴムシが潜んでいたり、あとはコバエの発生もあると思います。なので、それらを見逃さないために土の上の枯れ葉は取り除く、プラス土の表面がきれいかどうか確認してこれも一度殺虫をしておきましょう。特にコバエなんかは、卵を表面に産みつけられている可能性もありますし、ダンゴムシは基本的に夜行性なので日中明るい時に探して見逃す、そういったこともあります。なので、枯れ葉の除去とともに目視で虫を取った後にこちらも一度ホルトラン等で殺虫をしておいて、それから室内に取り込む、これも15度前後の下準備の時にしておくといいと思います。あとはチェックしてほしい害虫3つ目、これは鉢の底、土を持ち上げた時なんとなく想像つくと思うんですけど、ナメクジやムカデ、この辺も屋外の植物全般に発生しやすいです。特にナメクジは鉢の裏に張り付いていたりとか、裏でなくても側面についていたりとかもします。これは葉っぱを食べてしまう本当に良くない害虫で、しかもナメクジが室内にいるってもうちょっと想像できないぐらい気持ち悪いんですけどそれを防ぐために鉢を持ち上げてそこまでしっかりと確認をしてあげてください。いたら駆除するのはもちろんなんですけど、その前にそれすら見たくないよっていう方は植物の周りに置き型の害虫予防グッズなんかもあるので、そういったもので常々そういったナメクジ対策、ムカデ対策をしておく、もちろんその室内に取り込む前はもう気持ち悪いかもしれないですけど勇気振り絞って目視で全て確認してついていないっていうことを確認してから室内に取り込んでください。で、特に、これ私植え替えてないんですけど、こういった二重になってるポット、中には鉢穴から忍び込んで内側にナメクジが入っていたりムカデなんかが入っていたりすることもあります。しっかりとこういったところの二重チェックもして害虫の室内への侵入を防ぎましょう。最後に気をつけてほしい害虫4つ目はクモ。クモは鉢周りであったり葉っぱであったり
どこでも潜みます。なので、結局は私が土の上も葉っぱ全体も殺虫してほしいっていうのは、蜘蛛に対しての対策としてはもう全体をするしかないと私は思っています。特に蜘蛛っていうのは、大きく分けると2パターンいるらしくって、巣を作って1箇所で獲物を待つタイプと、いろんなところ歩き回って獲物を捕獲するタイプがいるみたいなんですけど、そういった巣を作るものっていうのは特定の場所を選んでその箇所に巣を作ってじっと居座るので、例えば一回巣ができていて取り除いたとしても、その蜘蛛戻ってきてそこに巣を張るっていうことが多いそうです。なのでもうここ自体が危険だよっていうのを知らせるために、それも一回殺虫しても完全に防虫対策してから室内に取り込む、こういったもう徹底的な害虫対策をまずは屋外から取り込むときは準備をしておいて、12度になったっていう時に室内に取り込める、そういった準備をしておきましょう。今お伝えした害虫それぞれ、効く殺虫剤やそういった成分変わってくるので、それぞれ各々に合ったものを、その日に一気にするのではなくって、準備段階の時期15度前後の時に、順を追ってするといいと思います。あまり殺虫剤をバン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 1回に吹きかけると植物にもさすがに殺虫剤というだけあってやっぱりダメージが出かねないので、できれば効率よくもう取り込む時期がこのぐらいの時期かなっていうのを週間天気予報を見て先読みして、そこの前段階で順を追って殺虫、準備をしておく、そういった準備をおすすめします。12度前後になった室内に取り込もう、この時は明るいところから暗いところに植物が入ってくるので、顕著に変わるところといっては日照条件と、通気性、土の乾き具合だと思います。長く管理している方は冬の室内の管理、そして屋外に出した時の管理、おのずと先読みができると思うんですけど、例えば今年買った株今屋外で管理して今年初めて室内に入れる、そういった時には土の乾きもしっかりと見極めないといけないので、もうちょっと冷えが深まって、冬の管理方法をお伝えしたいなっていうタイミングで冬の管理方法自体はお伝えするんですけど、土の乾き具合を見極める水のやり方、それらは私の動画で水のやり方だったりとか植物が水を欲しがっている時の表情、そういったことをお伝えした動画もあるので、ぜひその辺を見てもらって、植物の表情を見極めながら室内にじっくりゆっくり順応させていきましょう。はい、今回は観葉植物を室内に取り込むタイミングの外気温の目安、あとはその前に防虫対策害虫対策、してあげましょうっていう形でお話しさせていただきました。皆さん住んでるご地域寒さは様々ですし、そのお家ごとに通気性だったり日照条件変わってきます。私のお話はあくまで目安に参考にしてもらって、あとはもうご自身が植物の表情を見極めて管理してあげてほしいです。なのでこうしたのにああなったではなく、こうしたのにああなったからどうすればいいんだ、そこまで考えるのがボタニカルライフの醍醐味だと思います。ぜひぜひ参考にしていただいて、これからもボタニカルライフ植物と楽しく付き合っていきましょう。冬だからといって観葉植物を楽しめないわけではないです。冬なりの楽しみ方もあると私は思っています。皆さんと通年ボタニカルライフを楽しむためにこれからもいろいろお話しさせていただこうと思っています。今回の動画参考になったと思ってくださった方、ぜひグッドボタンいただけると嬉しいです。あとチャンネル登録もしていただけるとますます嬉しいです。これからもよろしくお願いします。くるみどりチャンネル、くるちゃん、今回はこの辺でバイバーイ。